では、コーマの里近くにお送りしますね。テレポート。コーマの里といえば、ちょっと待ちなさいよ。ねえ男前のお兄さん、あたしといいことしない？現在この世に多くのオスはいません。え、多くのオスたちは遠くの昔に絶滅しました。現在オークといえば縄張りに入り込んだ多種族のオスを捕らえ、男性にとっての天敵なのです。2、3日うちの集落に来てハーレムよ。お断りします。初めて女性の誘いを断ってしまった。待て、オークといえば女騎士の天敵だ。性欲絶倫で女と見るや即座に襲いかかるあのオークのオスが。もういません。え、助けて。私、あんたの幸運は。いやだ、私よ。最初は男の子がいいわね。オスが60匹にメスが40匹。よし、スギツムからじっとして目をつぶりな。助けて、メガミ。いつものやつを、いつものやつを。話をしよう、エロトークなら喜んで。あ、やめて。最初は自己紹介から。私、佐藤岡島と申します。ピチピチの16歳、大きなスバティーナーゼと申します。さあ、あんたの下半身にも自己紹介してもらおうか。うちの息子はシャイなんです。いや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 、感謝します。よしよし、怖かったのね、カズマ。もう大丈夫、大丈夫よ。ユンユン、感謝するよ。どのくらい感謝しているかといえば、これからの人生で尊敬する人はと聞かれたなら、ユンユンですと即答するぐらいに感謝している。やめてください。でも、みんなはなぜこんなところに？めぐみも、やっぱり里のみんなが心配になったの？カズマ、ユンユンの恥ずかしい秘密を教えてあげましょう。我々コウマ族には、生まれた時から体のどこかに入れ墨が入っているのですよ。ユンユンの体に刻まれている入れ墨の場所は、なんと？やめて、ちょっと！っていうか、なんで入れ墨の場所を知ってるのよ！おい、こっちだ！人間の声が聞こえてきた。あれは魔王軍でしょうか。短気なユンユンがいつまでも大声出しているからですよ。二人ともいい加減にしろ。大声を出すと見つかるぞ。おい、カズマ、お前もなんとか言ってやれ。おい、そんなことよりもユンユンの入れ墨の場所を詳しく見つけた。ここだ。こんなところに隠れてやがる。